うん、ちょっと怪しいですね。怪しい。なんかイップス入ってますよね。入ってますね。ちょっとつつく感じが入る、ね、ありますよね、つつく感じ、ショットがいつもこうグリーンをキャッチするわけじゃないので、うん、ショットのいい時はスコアが爆発的なスコア出る時はあるんですけど、うん、やっぱりグリーンを外すとそのイップスが出てしまって、うん、スダボとか、ね、下手したらストーリーとかもなって、そこからもショットも悪くなってきて、そっかそっか、そっか、ショットに対してプレッシャーが大きくなりますよね。そういうことなんですよ、外したら嫌だっていう、うん、そうですね、はい、どれぐらいですか、もうイップスになって。20年ぐらい前からずっとですね。長いですね。長いです。でそれを直したいと。直したいと。で今自分がやってるバランス調整っていうのがあって、はい、それやると治る可能性がありますよっていうことで、まあ、モニターで来てもらったって感じですね。はい、わらをもすがる思いで来ました。うん、じゃあとりあえずキャリー10ヤードぐらいのイメージできますか。キャリー10、キャリー10。おお、飛びすぎですか。なるほどなるほど。距離感すらもう湧かなくなってしまってるんです、アプローチ。ちょっとね、もう一回いい。あ、やっぱイップスの人特有の切り返しからめっちゃ急ぐみたいなのありますよね。ありますか。うん、あ、そういうゆっくり下ろそうとするとああいうトップしたりするんですよね。そうです、今のは意識してゆっくり下ろそうとしました。まさにイップスの人によくある現象ですよね。脳の指令が神経でうまく指先まで伝わらないみたいな、それがイップスの原因って言われてるじゃないですか。はい、最近知ってるわ、針金で脳の中をぶっ刺してさ、それで手術してイップス治すっていうそういう方法があるんですよ。で治るらしいんですけど、怖いでしょ。怖いです。そんなしないで治したらね、お魚の神経締めみたいな。怖いそうそう、神経締めみたいにして治す、はい、だけど原因は脳からの神経だっていうのはもう分かったんですよね、医学的にね。だからそれをじゃあ手術なしでどうやって治すかっていうところで、その人間が本来持ってるバランス力、そこを復活させる。赤ちゃん初めて立つ時ってさ、はい、筋力ないのに立つでしょ。そうですね、筋力ではない、はい、じゃあ何かというと小脳が働いてるわけなんです。運動とバランス感覚、これをコントロールしてるのが小脳なんですよね。この耳のね、後ろね、ここの奥にあるんですけど、じゃあなんで大人が小脳がうまく使えてないのか、はい、筋力にまさに頼る。脳っていうのは徹底的にこうサボる器官なんですよね。脳がねフル稼働すると人間が餓死するって言われてるんですよ。はい、あ、そんなにエネルギーを使う。あ、そうそうそう、エネルギー使う。だから小脳に限らず脳っていうのはまあサボってるんですよ、基本的に。人間の脳って徹底的にサボるのが、そう、サボるのが仕事なんですよ。生きるためにサボるみたいな。そうそうそう。この小脳をもう一度しっかり働ける状態に持っていく。そんな赤ちゃんみたいに戻れるんですか。そうそう、戻れるんですよ。でそれを戻して、はい、そのイップスがどれぐらい改善されるか、うん、これをねまずね一回試してみたいなと思います。それで治ったら夢みたいな世界。うん、まあ予想がねそれだけでは治らないです、はい、ただね半分ぐらいが良くなると。へ、完全に一筆直すにはもう一個次の段階に行かないといけないんで、まず順番としてはその小脳、ね、を機能させるっていうやり方でとりあえずやってみましょう。はい今ね最初誇張した時はだいぶ踏ん張ったからだけど、うん、後ろから押されたらと思いましたね。つま先体重とかですね。つま先体重って一回もう一回いきましょう。で今度は後ろからです。後ろから軽く手で耐えられないね、はい、手を前に出してこの状態で下に力を入れて押してください。下に、うん、これ弱いですね、力がこう出ない状態。これ、ね、小脳が働いている状態だとね結構力出るんですよ。次は、右足体重、右に体重をしっかり乗せて、はい、この状態で押して同じぐらいですね。じゃあ今度は左にしっかり押すと押し押し。どうですか。右の方が体重が乗ってる感じはするんですけど、もう一回右に行きましょう。行きますね、うん、
あ、こっちの方入りますね。あ、やっぱり左の方が来たら入らないです。入らないです。じゃあこっちの手です。はい。はい、下に押してください。全然入る気がしないですね。はい、じゃあ右体重。で、押しましょう。右体重にしたときに少し入りますね。はい、じゃあ左体重。思いっきり左にです。これ入らないね。入らないですね。もう肘曲がっちゃいますので、はい、伸ばしたままでいくと一番入らないな。一番入らないですね。左体重左手、うんうん、はい、ということが、はい、今ね、左サイドの体のこの左半身で神経伝達がうまくいってないんですよ、うん、左に体重かけた瞬間に力が入らないから、うんうん、そういうことなんですよ、はい、だね、リップスの原因としては、はい、衝動がまず活発に動いてないと、しっかり働いてないっていうのが一つと、はい、神経の伝達でいうと左サイドの神経にどっか圧迫されててこっちの神経伝達が悪いんですね。だからそのイップスになってるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、左サイドね。こんな診断初めてです、うん、で、じゃあ一回この状態でまず小脳を活性化させて、はい、しっかり体が動くようにしてます。小脳活性化、そう、それはね、簡単にできるので、え、この状態でちょっと足踏みしてもらいます。お、フォームで、そうそう、かなりですか。そう、これはね、あのお相撲さんの四股あるじゃないですか。はい、四股の小さい版だと思ってます。本当は足がこの辺から降りてる感じ。イメージは、イメージは、そう、どう、あそこまで上げなくていいです。上げなくていい。イメージだけ。イメージだけ。でも本当小さな足踏み。足の裏全体が同時に地面につく。ちょっと力み癖ある、うん、はい、もうこれで OK。 じゃあこの状態で肘伸ばして、はい、下に押して、うん、結構入ってきたでしょ。入ってきました。お腹にも力が入るような感じです、はい、じゃあ今度こっち、はい、押して、うん、結構左全然違う、はい、肘伸ばした方が、うん、でも違う、はい、さっきの入りますよね。本当に力入れてますね、うん、で、はい、この状態でじゃあ右足体重でしょ、はい、右足体重で押しましょう。押して、こう強い強い強い入ってる入ってる入ってる。じゃあ今度左、はい、どうぞ。あ、左ちょっと弱いかな。あ、さっきは全然入りますね、最初で、はい、けど右に比べたら弱いでしょ。なるほど。全体的には強くなってるんだけど若干こっちこっち、うん、でこっち右足体重、はい、押して、おお強い、やっぱ利き腕もあってるな、結構強いですね。じゃあ左、しっかり体重乗せて押しましょう。ああ、一気に弱くなった、うん、うん、違います、ね、違います。自分の体の中でも分かります。そうだよね、はい、で、今は一応強くしましたと。で、神経的にはまだ直してないです。はい、小脳は今活性化、活性化した。そう、あのテストしてみようか。じゃあこれ入って、はい、これで押されても大丈夫。なるほど。これだと両方から耐えられますよね。はい、 OKOK、 うん、これで今小脳がしっかり働いてる状態が作れましたので、うん、はい、でね、この状態で1個やってもらいたいテスト、次に実際ボール打ってもらいたいんですけど、はい、片手打ちしてもらいたいんですよ。片手打ち、はい、うん、じゃあまず右手からいきましょう。あの距離はね、1ヤードでいいです。1ヤード、はい、うん、右手だけで1ヤード。あ、うまいね、ちゃんと入ってる。両手の時よりしっかり入ってる。 OK、 じゃあ左手でいきましょうか。これはなんか問題な感じがしますよね。おー、うまくいってる。え、さっきの聞いてんのか。ほんまに左うまくいかないですよ。ミスなく打てますね。あ、うまい、うまい。もう落ち着く感じないもんね、うん、ベースにボールが乗ってる感じがしますよ、うん、あ、うまい、うまい。治ったんですか。いや、いやこんな20年悩んだあれが治らないですよね、うん、20年悩んで、はい、病です。あ、うまかったね、今の動きね、うん、これができたら多分そんな80打つことなくなりますね。これも足踏みですか。じゃあ今度はこっちに伸ばしたまま
手を伸ばして軽く押してください。そんなに押さなくていいです。軽く押してください。軽く押したまま少し走る。軽く押して少し足を軽く押して軽くです、うん、そうです。これでね完了です。おお、はい、あります、あります、うん、じゃあ正面ここにも入ります、あります、じゃあ右の時が一番入る。ただ左で行くし。ここも入り出しです。最初違います。はい。OK。一応こっちも。こっちは左足と一緒。こっちも。こっちはもう完全に入り出しです。入ってますね。入ってます、入ってます。これで、こっち側の神経の伝達のエラーが、はい、かなり消えたと思うんです。うん、左半身ね、はい、でこの状態で、はい、もう一度片手打ち、はい、やってもらいましょう、はい、あ、うまい、うん、柔らかい、返しのリズムが一定になってきました。ここで変な加速がなくなってきて、スッと緩やかな加速になってきて、はい、うん、まあ、今のこの動きがね、このスムーズな動きができるようになったら、はい、ちゃんとこっちは正常に神経の伝達がいってる、いってるぞ、ね、ということじゃないですかね、はい、うん、はい、一通りまあ、調整をしてみました、はい、まあ、本人の感想はどうですか。そうですね、なんかやっぱりアプローチに苦手意識があったので、うん、最初どうしてもこうボールにうまく当てないといけないとかいろんな余計なことを考えながらやっぱり打っちゃうんですけど、調整受けたらなんていうんですかね、そういう邪念が入らなくなったような、うん、そういう感想ですね、うん、体がスムーズに動き出すから。あ、そういうことですか、うん、やっぱりね、脳の脳と神経からアプローチしないと一発で治らないっていう、うん、まあ、まだ感知してるかどうかってコース行かないと分かんないから、はい、そこは少しねまだ課題残ってるとして、本人の打ってる感触が変わったっていうのは確かですよね。それは間違いないです、はい、うん、ということで次コースをかけますので、はい、ぜひじゃあ、まあ、今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごっ、スイング変えなくても飛距離アップしますからね。ベストスコア出たんですよね。そうです、チョロしなくなりました。あ、チョロしなくなった、バランスが良くなってね。そうですね、おー、ナイス。